はい、こんにちは、こんばんは、シャリーです。脱落したら即終了フォールガイズやっていきたいと思います。最初のステージはスピンレースです。はい、まあ、ここはまあ楽勝でしょう。でしょ、みんな見た？ PS5 の予約がね、初、もう何、解禁されたらしいんだけど、皆さん予約しましたか？ちなみに僕は、てっきり今日予約ってあることを、まあ、一応昨日はしてたんですけど、今日朝起きたら忘れちゃってて、はい、起きて、5時間後ぐらいにに予約しました。ヤマダ電機だったっけな？あれはメールアドだけで登録できるのはね、あれは良かった。でも正直、予約しても抽選で当たんないね、あれ。当たればいいんだけどね。まあ、運が良ければ当たると思う。でもさ、めちゃくちゃ申し込むよね。そういうメールアド一つだけで簡単に申し込めるやつは。当選倍率がとてつもないことになりそう。なりそうとかちょっと。なりそう。僕はね、そんな大して運がいいやつでもないので、多分当たらないと思います。まあ別にね、いずれね、すぐ買えるようになると思うんで、その時にね、まあ普通に落ち着いて買えばいいんじゃないかと思う。あと俺最近金ないからね。そんな買えないよ。まあ買えるっちゃ買えるけど、まあ、もうほぼお金がなくなります。でさ、あれ、何？ 2 種類あるじゃん。CD ディスクを入れられる方と入れられない方。あれ、どっちの方がいいかちょっと迷ってんだよね。でも別にさ、そんな、全部最近のゲームなんてダウンロード版でなんとかなるから、俺のこの PS4 もほぼダウンロード版だけだからさ、そんないらないんだけど、とかね、もう後々やりたいって時は出てくんのかな？ディスクの方。まあ、どっちでもいいかな。まあ、でも僕はお金ないんで安い方を買います。まあ、うちにね、CD とかビデオとかまあ PC もあるし、ディスクで PS5 用のあれが出んのかな？なんかソフトが。もうこれ久しぶりなんだけど、これ。不運になると脱落。バッドラック。よくでも外国人の人がさ、幸運を祈るみたいな、グッドラックって言うよね。そんなどうでもいいや。こんなでも2分の1だ減るかんね。2分の1だから確率。結構減るよ、これ人数。登れなかった。下手くそ。やっぱ不運がいる、そこに。もう何棒立ちしてんだよ、不運。お、不運もらえんのかな、俺これで。いや、もらえないわ。やばい、不運いるわ、いるわ、不運がここにいるわと。逃げないと、逃げないと。不運がいっぱいいる。やばい、やばい。13対13でも悪くないんじゃない？見えない、見えない、見えない、見えない。これに隠れる。隠れます。バレないんじゃない？これ。やばい、やばい、押されてる。来るか。バレてないぞ。バレてない。あ、押され。バレました。負けてね、黄色。やばいよ。早くそいつを、そいつやれ、そいつを。オッケー。追いついた。やばい、あと一人。大丈夫？あとあっちも一人だ。頑張れ、頼む。あいつ頑張れ。もう、